俺は君に運命を感じたんだ。付き合ってくれ。え？今日は休みだから、リカと翼とお出かけ。ふふー、お待たせ。っていうかこの二人、いつも一緒にいるから忘れてたけど、超美少女コンビじゃん。うん？何さら。私たち、今日の格好変かな？いや、むしろめちゃくちゃ可愛いよ。だって通り過ぎる人たち、みんなめっちゃ見てるもん。見てよ、このバッグ。めっちゃ可愛くない？うんうん。翼ちゃんに似合ってる。なんか見れば見るほど美少女コンビだな。リカは清楚で目が大きくて、誰が見ても可愛いし、翼はおしゃれでクールビューティーだし、あんな二人の教室にいたら、私なんて匠に絶対見てもらえないよ。あー、なんかネガティブモード。サラ、ぼーっとして、どうしたの？てサラ、大丈夫？うん、だら、バッグがない。あ、さっきの人が、待って、足ひねってるみたい。え、何？はい、もうこれで大丈夫だよ。えいしょっと。すいませんでした。あの、ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃタイプだ。どういたしまして。マックス先輩？マックス先輩？うん、うちの学校の黒王子こと、マックス先輩。私たちの学年では匠がモテるけど、学校一はマックス先輩だよね。はぁ、そんな人なのに見たことないな。黒王子は成績がトップなの。それも他の成績優秀者とは比べ物にならないくらいにね。だから自由登校なんだって。成績優秀、スポーツ万能、それになんといっても誰にでも優しい。でも少しチャラそうでしょ。だから黒王子って呼ばれてるの。黒王子か、すごいですね。君、魔法学校の生徒なんだ。これはもしかして運命か？ちなみに名前はなんて言うの？サラです。よろしくお願いします。マックスだ。よろしくな。ところでサラちゃん、君、運命ってあると思う？え？はい。まあ、あるんじゃないですかね。私の運命の人が匠だといいな。俺は君に運命を感じたんだ。付き合ってくれ。え？ひったくりにあった君をたまたま助けたら、たまたま同じ学校だった。そして俺は君に一目惚れしたんだ。これって運命だろ？え、え、思いません。ごめんなさい。サラ、昨日はすごかったね。いやいや、もうほんとやめてよ。なになに？サラのことだから、またドジなことでもやらかしたのか？違う違う。なんでもないよ。なんとなく匠には知られたくないんだよね。サラちゃん。あ、マックス先輩、どうしたんですか？マックス先輩来てんの珍しいな。っていうかサラとマックス先輩って知り合いだったんだな。それが昨日のすごいことなの。サラってば昨日、マックス先輩に一目惚れされたんだよ。サラは断ったんだけど、マックス先輩諦めてないみたいだね。ふーん。サラちゃん、サラちゃん、昼ご飯一緒に食べようぜ。バイバーイ。バイバーイ。今日マックス先輩が来てばっかりだから、匠と全然話してない。サラ、また先輩だ。今度は何ですか？どうしたの？いや、なんか今日サラ大変そうだなと思ってさ、マックス先輩に告られたらしいじゃん。たくみにバレてるし。うん、そうなんだよね。あんなモテる人に告られるなんてすげえじゃん。いやいや、でも私好きな人いるから。え、お前好きな人とかいたんだ。こんなんじゃたくみは全然気づかないか。たくみ、今日一緒に？サラちゃん、一緒に帰ろう。え？あ、はい。じゃあ俺帰るわ。また明日な。うん、たくみと帰りたかったのに。先輩だから断れないし。サラちゃんって王子のことが好きなんだな。王子？たくみのこと、女子の間じゃ。俺は黒王子って呼ばれてるらしいけど、たくみが王子なんだってよ。へぇ、王子か。ていうか、たくみのことなんて好きじゃないですって。サラちゃん、嘘下手すぎ。王子がライバルか。じゃ、こっちも本気出さないとな。本気？ううん、こっちの話。じゃ、また明日ね。はい。
送ってくれてありがとうございます。マナから聞いてたけど本当にタケミが好きなんてな。よっしゃ、マナと協力でもするか。この話の続きが気になる人は評価をぜひ。チャンネル登録はここからよろしくね。ここでみんなに質問。クールで実は優しい王子のタケミと、チャラいけど本当はとっても優しくて一途な黒王子のマックス先輩、どっちが好き？コメント欄で教えてね。